ご主人様。すぐに逃げなさい。この城はもうダメ。寝起きでわけがわからないでしょうけど、いいから逃げるのよ。逃げないと。あ、でもどこに連れて行けば。落ち着いて、落ち着きなさい。やれ、嬉しいこと、めでたいこと。狐耳がピコピコとしびれるこの感じ、予定より早いですけど、それはそれ大丈夫、何の問題もありません。どうも、おはようございます、ご主人様。天守よりのみ、気づかれた。さて、そこな小間使い、何をほうけておる。我が、はいはい、わかったわよ。連れて行けばいいんでしょ。それと運がなかったわね、小豚。あなたを逃がしてあげる、最初で最後。よくぞ来た人間。豪胆だが愚かも愚か。生き様なぞ、この玉座に落ちた糸くずのよ。これでは食前の酒にもならぬ。食べるのはこれからじゃ。わらわの辛抱もいい加減こ。待たされた分、驚かそうと一芝居を打ったのですが、なんか効果が薄いんで、とりあえず。マスター、ようやくお目覚めいただけましたね。私この日どうかご機嫌麗しく。近くば寄って目にも見よ。ここが私の。夢見はいかがでしたか、ご主人様。もしや怖い夢や嫌な。でもでも、ご安心くださいませ。それがこの千年鏡の役目でございます。その証拠に、ほらそこの駒使い。何者かなんて見ればわかるじゃない。ごめん。はい、困ったな。ビリビリいっちゃおうかな。よく聞こえなかったんですけど。わかったわよ。千年鏡の支配者にして並ぶ者なき女帝、全正真正銘のセラフの女王、サーバントキャスター。
くできましたけれど、ご主人様、お分かりですよね。私、こんな風に言われてはいます。あなたの可愛い良妻、あなただけのキャスターですから、この千年鏡の王はあなた様。イエース、もちろんそうですとも。千年過ぎても浮気なし、8000年過ぎても倦怠なし、14000年過ぎてもなおラブラブ。私たちは永遠のおしどり夫婦、魂のバカップ。そこに何の迷いがありましょう。あるはずがないのです。まだ寝ぼけていらっしゃるようですが、長らくお休みだったのだから知って、そのあたりはおいおい解決なさるかと。ご本、ことはごく単純です。ご主人様は見事セラフの王に選ばれた。そして、実に見事な手際であったと言えましょう。セラフの大半をあなた方は支配した。この千年鏡という帝国はなった。規模からすれば大帝国と呼ぶべきでしょうか。セルの王権、レガリアの所有者たるあなた方はセラフ全てを支配するにふさわしい。だからこそ私はあなた方に従うと決めたのです。王と英霊アルキメデス、貴様の忠義、わらわはことのほか、眠りへ落ちた王を連れて城へと至った忠義、実にあっぱれ。わらわの許しなく口を挟むとは何事か。我が主が失礼ですが、お許しいただきたい王妃。私はシステム管理者として。セラフの異常は続いています。王と私を襲撃した何者かの存在だけではないのです。これらの異常の調査および対処、まったく無粋なことを申すな。ご本、いいですか、アルキさん。我が帝国の方針はすでに決定済みなのです。まずは小生意気にも我が軍門にくだらぬサーバントどもを完膚なきまでに蹂躙するのです。まったく皇帝とは何たる戦勝。我が千年鏡にはむ、まずは蹂躙、叱るのちに制圧。セラフの異常などしばらく放置して OK です。ご主人様、ご主人様にはご理解いただけますよね。私の方針、まずは敵をしらみつぶしにしてしまって、それが肝要、それこそ重要。私とご主人様の安寧こそが。ご理解いただけると思ってした、ご主人様。アルキメデスをそれはもうひどい拷問にかけてから、ご主人様ごと自らを牢獄に閉じ込めて、涙枯れるまでよよよと泣きふ、はあ、私への処罰は余計ですよね。うん、余分よね。こんな不愛想な男を拷問にかけても。分かりにくいと察しましたので
説明しましょう。つまりキャスター王妃はあなたが賛成しようが反対しようが、いやん、アルキさんたらあけすけん。そういうのは歯に絹かけてこう。そこまでそこまで、のろけならあの悪趣味な部屋でやりなさいよ。アルキメデスの話まだ終わってないんですけど。エリザベートの言う通りです。我が命を賭して申し上げる。であればこそ私は語らねばならない。ムーンセル中枢にて王を狙った敵は存在す。現在のセラフは危機的状況にある。そう結論付けるのが正当であり、王と王妃にはこの状況の。アルキメデス貴様、むむむ、ご主人様がそうおっしゃるのなら私も矛を収めましょう。ございます。仮にセラフそのものに水でも、それが何だというのでしょう。そんなもののためにか、私はただご主人様と仲睦まじく。おへそでティー沸きまくりね。一つ幸せが手に入れば次の幸せも。はい、そこ天罰てきめん。腰を折られてしまいましたね、ご主人様。そう、怪しくも楽しい高級的な大ハイライフを。国をすべ、民草の貢ぎ物を受け、酒を持って行けとなし。これが私の望み、私の願い。千年の都で果たす。正直な話、セラフに住む生命体がどうなろうと、まだビリビリする。いきなり本音吐いたわね、この哺乳子。見たでしょ、これがこいつの本性よ。ドン引きよね、ドン引きでしょ。この際だからはっきり言ってやればいい。二十歳超えの豊島とは契約解除。そうですか、あなたがそう言うのなら、これは止める術がありませんね。懲りない人ですね。止まる気なんて鼻からないと何度も言っているでしょうに。ま、それもこれにて落着ですが、それではご主人様、王の務めを果たしに参りましょう。実はですね、タイムリーなことに我が居城に忍び込んだ不埒なクセモノが約一匹。いい機会なので祝杯代わりに懲らしめてやるとしましょう。侵入者、もしやそれはこ、アサシンでしょうね。失礼、驚かせてしまいました。キャスター、あな、いいえ、それには及びません。ご主人様、今天井からくの一のようにしたっ
と現れたのはライダーのメドゥーサさん。ソロサーバントとして暴れていた方ですが、ちょちょいとお茶に誘って一昼夜お話ししたら意気投合と申しましょうか。今では持ち前の素早さを生かして諜報活動に成功。 いえ、暴れていたわけではないのですが、争いに参加する。はあ、相変わらず陰気な方ですね。ま、美人であることをひけらかすよりはいいですけど。ん？メドゥーサさんがいるということは、もしかして両さん？はい、ランサーと共に。いえ、マスター、このうち一人は私であり。邪魔をする。マスターが目覚めたと聞いてな。遅ればせながら挨拶に参上した。うん、次から次へと世話しない。侵入者を放って王の尊厳を廃止に来るとは、皆さん危機感が足りないようですね。ですが、これも良い機会に前向きシンキングいたし、これなるは我が配下なる一騎当選の強者たち、精鋭揃いのソロサーヴァントにございます。まあ若干一名、戦闘では使えない、トイレ掃除もできない、料理も下手なごくつぶしがいるんですけど。できるわよ、戦闘も掃除も料理も。っていうか、私を戦場に出させないのはあんたの采配じゃない。はいはい、さっきからキャンキャンうるさいのがラン。いいえ、あざといパジャマメイデンです。次なるはバーサーカー。ええ、そうですとも、月の聖杯戦争で。ミコー、元気いっぱいの反応頼もしいんですけど。驚きますね。あのですね、リョフさん、いきなり叫ぶのはやめてくださいます。忠誠を示してくれる。はいはい、ストップ、もう結構です。ああ、ご主人様も驚かれたと思いますが、これがバーサーカークラスの特徴です。理性なき強戦士ですが、その実力はこれ、このようにあっさり帝国の将軍を引き受けてくださったのです。はい、勝ち時ありがとうございます。ダメ元でスカウトしたかい。リョフさんといえば、私がガードに。リョフさんこそ真の忠義者です。お次は先ほども紹介したくのいちライダー。あ、でもご主人様に色目とか使ったら殺しちゃうぞ。私からは何も。ですが、そうですね、セラフの混乱が続くのは問題でしょう。一刻も早く誰。その点、あなたのような人物がキャスターの主人であるというのは喜ばしい。予想以上に。いえ、何かあればいつでも私を頼ってください。私のクラスはライダー、そして神名はメドゥーサ。あなた、悪のくだりは余計です。まあ事実ですから否定はしませんけど。うん、そんなことよりオーラスです、ご主人様。どうぞご覧くださいませ。クラスはランサー。懐かしきインドの城庫にてその人ありと歌われし、太陽の英雄、その名も高き。
ルナさんです。なんとカルナさんなのです。もう一度言いますよ、カルナさんなのです。これほどの大英雄が加わった帝国がカルナさんはですね、ムーンセルによって召喚された後、同じ太陽属性忠義属性のよし AI 仕掛けとはわけが違いますよ。彼らの力も当然ながら用いまして、それでは改めて我らがアイノス、もとい王城に紛れ込んだクセモノ一匹、お散歩がてらお掃除がてら痕跡さえきれいに拭い去ってしまいま、気合を入れてみましたが、ご主人様はいささか混乱気味のご様子であれば、気軽に回復と参りましょう。お気づきかと存じますが、マイルームとは規制から逃れるための仮の名前、その本質はズバリその名も人賜物宿。効能は疲労回復に出陣準備、コードキャスト装備にデータ閲覧に、ご主人様が望むなら夜の会話もバッチコーイ。そんな万能空間がこのマイルームですので、お疲れでしたらご遠慮なさらず、ほんの少しばかりのご休憩をば。あん、それとも1時間だけのレストと言わず1泊レストでもたまも構わないのですけど。それはもう女王だなんだと言ってみて、愛するご主人様と寄り添う以上に大切なものなどございましょうか。いえ、ありはしないのです。懐かしいものです、こうしてまた戦うことになろうとは。ああ、でもそれほど昔でもないのですよ。月の聖杯戦争が行われていたのは、多くの出会いがありました。別れも同じく。どこかの狭間で行われていたものもあったような、なかったような。それでございますか。あれは家事のすべても務めてこその良妻ですが、女王家業とは目の回る忙しさ、両立はさすがの、むむ、どうしようと残念無念のたまもちゃんですが、これも女王の。そこへ現れたのがあのトカゲでございます。足元をちょろちょろしているだけならまだそこで思案いたしました。私はそこはそれ、レガリア、すなわちはご主人様。奏者よ、こんなものを、あなたにこれを送りましょう。よければ使ってください。
ご主人様、そよいよ、せっかくお目覚めになってから初めてのデッタマもちょっとショックです。省略するとタマもショック。私考え、もう大前自弱。それはそれ、これはこれ、これ以上聞き分けのないことを言うのに力ずくで、ええ、無理やりにでもさあいらっしゃいまし。ご主人様、私のレガリアの中にいらっしゃいますね。お分かりですね。しばらくはそこで感じる。これで私たちは、でもやれる。ご主人様がここにいてくれる。私の指に絶対に離しませんから。普通に手を握るよりも。ではご主人様、手に手を。すでに敵襲を受けているセクターがある。防衛に向かってほしい。ここで披露してもいいのよね。まずい、エリザベートが狙われているようだ。このまま放置すると我が軍の損害は拡大する。敵軍の侵攻を食い止めてくれ。ガウインよ、そろそろお主の出番だ。え、私にお任せを。はっ、火の落とし一気火星だ。なだれ込め。ここは戦場。勝利を手にするまで私は戦うまでのこと。このままだと味方がやられちゃいます。舞い上がっていただきます。ああもう味方がピンチです。ご主人様、面倒ですが助けに行きましょう。制圧完了。この調子で徹底的にぶっ潰します。
けるわ。払え。間に合ったか。さすがだな。ちょ、千人突破とか羨ましすぎる。武道館、次は武道館なの？ドッサムです。ブラントです、ご主人様。まずはあちらを倒しましょう。思ったよりやるじゃない。でもまだまだ、ナッツみたいに砕いてあげる。しばらくしばらく、味方の被害は拡大中。いかがします？
片付けるとしよう。女王のお話か。少しばかり無理をしていないか。相変わらず目だけはいい人ですね、ご主人様。いざ。イカズチ、ひれ伏すがよい虫けれど、相変わらず目だけはいい人ですよ。ジョーの姿、痛い目を見ます。受けるがよい。はい、頂点戦果だ。素晴らしい戦果だ。勇者ガウェイ参上しました。狐耳とはいえ女性は女性、手荒な真似はしたくありませんが、お覚悟。覚悟するのは貴様の方よ。わらわ以外の太陽など目障りじゃ。何よ、もう返り討ちにしてあげるわ。もうダメか、救援はまだなの。反撃参ります。えっ、嬉しいです、マスター。なかなかやりますね。ですが、勝利は我が剣に。こちらです。
されながら野に倒れるとは。間に合いましたね、マスター。これでもう安心かと。神王は間に合ったか。さすがだな。ブランド発見で、私あれ大嫌いです。ご主人様、身のほどを知るから。こうなってはわしが出るしかあるまい。どれ、丹念丁寧に潰すとするか。姿を見せたな、アサシ。あとは彼を倒すだけだ。では力比べ、技比べといこう。わしを落胆させるなよ。魔剣士に見せる演技はないの。
後悔させてやろうぞ。ゲロ。うん、味方が攻められているのですね。なってない。反撃参ります。しばらくしばらく。わしを相手に蹴落されぬか。その顔見飽きます。なってない。カシッときました。炎天色払い。ほう。出雲に神あり、神秘確かに、たまに息吹を、三河水天に雨と、これ自在にして禊の証、神宝羽化の鏡なり。八魂上来、大日照。まともな勝負は久方ぶりよ。もうしばらくつ。まともな勝負は久方ぶりよ。もうしばらく付き合ってもらうぞ。お覚悟。味方が攻められているようですね。風向きが怪しくなってまいりました。急に行っときます。見事、いや、心地の良い時間だった。何やら吠え立てていましたが、どうということはありません。所詮は下郎ですとも。かくして不尊なるアサシンは敗れ、帝国の平和はご覧いただけましたか。ご主人様、私の。いえいえ、これこそは私とあなた様の力です。こうして私たちが共にあれば、恐れるもの。さあ、もっと触れてください。ご主人様、もっと私に深く熱くとろけるように。やっぱり優しいですね。あなたは優しく、私は厳しく。いついつまでもとは聞き捨てならんな。おやおや、いらしていたんですね。よもやあのアサシンを倒すとはな。セラフを恐怖で支配せんとする。だがその横暴もこの辺りが納め時だ。毒が魔鳥の千年鏡に咲き誇る花はなし。バンサーバントセイバー、貴様の悪逆を止めんがため公職。なんと、そこはしっかり覚えているとは。ちょっとだけ指輪をつねりたくなるわ。でもそんなことはどうでもよいではないですか。というか、
最初から私たちは敵、少なくともあなたにとってこの私はドーンと私の背中を押して、はて何のことやら。わそうじゃない、そなたも覚えてはいるまい。うむ、よも私ったらお羽、実はですね、ご主人様はなぜだか精神と魂とにサクッと分かれてしまったのです。でもでもどうかご安心くださいませ。私が何より惚れ込んでいる池田間こそあなたです。何の問題もご、これ見よがしにイチャイチャするとは。だがそれも終わりだ。貴様もすでに千年鏡セラフには真の脅威が迫っ。意図おかし。それで、それが何だというのです。私はご主人様がいてくれればそれでよ。いいえ、ご主人様がそばにあることこそが最重要。私とご主人様の共闘はできぬというのだな。無念であるとならば、セラフを支配せんとする悪の女王をよ、たとえもう一人の奏者を失うことになろうとも。もう一つのレガリアならば、私もこの力を使うのにためらいはいたしませんよ。さあムーンセル、月の女王たる力をよこすがよろしい。いきなり本気ときたか。ならばこちらも行くぞ。手数はこちらが上でしょう。五尺線の動きから天の動きによる猛襲、見事阻んでみせたな。接近戦なら一気に落とせるとはいえ、このまま攻めれば落とすのはたやすい。十中八九はよ、アサシンとの戦いに疲弊、世の格が落ちると。ここは預けよう、キャスター。次に見える刹那こそ、そこまでの力を持ちながら今持つがゆえに、この世の終わりにあってなお警告の化粧で。シリ、私欲、そうです、ええ、そうですとも。この私が私の愛するあなたと共に国を取る、すべ、くらい、それの何が悪いというのです。巫女、申し訳ありません。ご主人様、城へ戻って早々なのですが、魔力の消耗が思ったよりもきつかった。まあよろしければご主人様もご一緒しますか。起きたばかりで眠るのはノーサンキューでしたら、城も玉山も空気の一粒まであなたの所有物、どうか存分におくつろぎくる。何かご用がありましたら駒使いにでもお言いつけください。本当は私が手塚ら満漢全席の一つも振る舞いたいところなのですけど、
どうにも女王とですから、雑事の類はしばらくの間駒使いに任せています。ご主人様も、ではではお先にお休みなさいまし。あ、眠ってる私に呼ばいをかけてくださいましても、私一向に構わないどころかどんと来いですので。無事に戻ってきてよかったわ。ねえ、キャスターのことちょっとは分かった？あいつヤバくない？ううん、絶対最初はただ塞ぎ込んでたぐらいだったんだけど、あの力を使い始めてからみるみるうちに暴虐の女王様。経験則から言わせてもらうけど、こんなの破滅へまっしぐらよ。ぜ、だからねえ小豚、いっそ本気？このまま放っておい、さっきアルキメデスと一緒にどうにかされなかったら、いえ、何か理由があったとしても、あいつが決してそれを口にしなかったら、そこまで信じられるんだ、あいつのこと。だってそれって分かってるのよね。例えばよ、サーヴァントとマスターの契約が切れるような事態にでもなったら、あなただって下手をすると。バカみたい。あなた、あいつ以上にあいつを信じてるわよ。でもちょっとだけ。ううん、なんでもない。